人生は縁でできています。不思議なもので、この縁というのはですね、絶妙のタイミング、遅からず早からずいいタイミングでやってくるんですが、この番組はですね、そんな縁に的を絞りまして、人の心の扉を開ける専門家村上信夫がいろいろな方々にお話を伺ってまいります。今日はですね、イラストレーターで絵本作家の永田萌さんに縁旅をします。ようこそお出ましくださいました。ありがとうございます。本当に久しぶりでございます。あのどこでだったかな、丹波であのいつでお目にかかった時にですね、私がなんか萌さんが講演なさってるのに、はい、途中から入っていって、はい、で目立たないのをしてたんですけど目ざとく見つけられてしまって目立つんですよ。そうですか。なるべく目立たないようにしてるんですけどね。でその時にあら村上さんとか言われて見つけられて、あのその素敵なお声で何かおっしゃってって、またこのそのねこう言葉に乗せられてしまって黙ってるつもりだったんですが、思わず萌ちゃんって言ったんですよね。失礼を顧みず、萌ちゃんでよろしいですかね。もちろんですよお孫さんも2人いらっしゃるそうですが、おばあちゃんとは言わせてない。そうなんです。もうあの上が7歳、はい、下が3歳なんですけれども、はい、もう生まれた時から萌ちゃん、萌ちゃんと。でもあの上の娘はね、あの頭がいいんです、はい、ちゃんとね分かってるんです。であの学校の先生なんかには、例えばおばあちゃんのお話に はい、なった時に、はいはい、ちゃんとうちのおばあちゃんはって言って、はい、そうなんだ。で、あのおばあちゃんを目の前にした時はあの切り替わるわけですね。もちろん萌ちゃん、萌ちゃんって。え、じゃあ周りの方のお連れ合いも含めて、周りの方もやっぱり萌さんとか萌ちゃんっていうことも多いんですか？私はね、もう本当にあの萌ちゃんと呼んでくださる年上の方が次々と旅立っていかれて寂しいんです、はい、ですから、はい、年下の人は萌さんと呼びますが、はいはい、あすいません、ね、年下にもかかわらず萌ちゃんと呼んでしまいましたがこれからも呼んでください。こちらこそ。まあ、本当に今日素敵な艶やかなお召し物で、やっぱりお着物は何かの時にはお召しになるんですね、はい、40代の頃に初めて着物を着ましたね、はい、でその時に70代になったら毎日着物で暮らそうと思ってたんです、はい、と思っていたいたんですよ、はい、ところがね、去年は本当にあんなに大変ないろんなことがあった年でしたし、はいはい、やっぱり着物になんていうか気持ちが向かない。あ、ですから去年はもう本当に着物を着ることがなくて、はい、でもあの頃好きで、もうちょっと大人になったら着ようと思ってる着物が待っててくれますよ、ね、待っててくれてるんですか、はい、これは何歳ぐらいに着る着物ですかこれね、これ意外とあの 長く着れそうな着物なんですよ。そうですか。でもやっぱりお仕事柄色っていうのはすごく気にされるでしょ、お召し物の。そうです ね、あの組み合わせを楽しむというか、はい、洋服と違って着物の方が色の組み合わせがデリケートですので、ね、うん、楽しいですね。ねえ、まあ、萌さんと言いますとですね、半ば代名詞になっているのがカラーインクの魔術師というんですが、これを名付けた人が柳瀬隆さんらしいですね。はい、柳瀬先生なんですよ、はい、ね、私は柳瀬隆さんという方にお会いしなかったら村上さんにも会ってません、はい、そうなんですか、はい、それはどういうからくりか、はい、ラジオで聞いてたと思いますそうですか。どういうからくりなんですか、それは。あの私はね、はい、割と小さい時から絵は好きだったんですけれども、はいはい、特に絵描きになろうというようなつもりではなかったんです、はい、でも25歳の時にふと絵を描く人生を送ってみたいなと思うようになりましたね、はい、あのあ、そうだ、その理由は簡単なんだ言ってもいいかな。どうぞ言ってください、何でも言ってください私ね、ある会社のね、はい、企画室の室長だったんです。一番偉かった。25歳でも室長になってた。だった。24歳。デザイン会社でしたっけ？はい、いや、はい、あのね、チョコレート会社。チョコレートの会社で。チョコレートの会社で。ポスターかなんか作って。パッケージデザインしたり、はい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 、で、あのカメラマンとかデザイナー、うん、
さんとかイラストレーターさんにこう依頼をするんですね。で、あの新商品のイメージをいろいろお話しして、で出来上がってきたイラストがねどうも気に入らないんで、それでここもちょっとこんな感じでこんな風にしていただけないでしょうか、はい、って言ったら、はい、ムッとされましてね、はい、じゃあ萌さん自分で書いたらどうですかって言われましてね、おお、そうだと思ったんですよ。私が望む絵は私しか描けないんだっていうのが、結構25にしては生意気なことを考えてたんですね。だから考えたんですよね。そうかそうか、向こう見せてね。もしあの今25歳で同じことを考えてる人がいたら、はい、私は止めます。やめなさいって言います。でそんなで、あの今まであのクライアントだったのが、はい、電通や博報堂や、はいはいはい、あのお仕事をいただきに行くようになるわけですよね。で、あの永田萌です、萌さん何やってんのって、いや私イラストレーターになろうと思って、なんか仕事くださいって言ったら、じゃあ今度のこれからこんなのがあるからちょっと書いてみるって言われて、それで小さなアパートで細々と暮らしていたんですけれどもね、細々とある日あの手紙が一通届きまして、今でもよく覚えてるんですが、真っ白な封筒で、で永田萌さんまた書いてあるわけですね。裏返したら、あのテレビでよく見るマークの柳瀬隆っていう柳瀬先生からの手紙で、え、柳瀬さんがじゃあどこかで 見たってことですか、萌さんの書いたことなんですね。でこれから新しい雑誌を立ち上げるので、はい、そのためのレギュラーと準レギュラーのイラストレーターを探しています。であなたの絵がたまたま目に入りまして、捨てをたどって手紙を差し上げています。でもしそのつもりがあったら作品を持って東京の、その当時は三流出版でしたので、はい、三流出版まで来てくださいという、あのシュトメルヘンという雑誌でしたっけ、はいはいはい、それでもう信じられないんですよね。これは絶対誰かが私を何か担ごうとしてやってるに違いないと、よもや本人とは思わなかった、はい、その時点では。でも明らかにあのサインなんですよ。あ、はいはいはい、あの書いてあるのは特徴なんだ、ね、はい、字はもちろんね存じ上げないんです、はいはい、それで自分悩んだんですけれどもね、貧乏ですからね、はい、東京行くのも大変なんですけれどね、はいはいはい、それでも新幹線に乗って作品を持って、で目黒に当時あった三流出版に行って、受付のお姉さんにあの柳瀬隆先生からお約束をいただいている永田萌と申しますって言いましたらね、あーお待ちしておりましたって言われて、あ、嘘、これは間違いない、本当だと分かって、はい、分かって、はいはい、で編集部を押していただいて、はい、であのエレベーターを開けた途端に、うん、途端に向こうから本物の柳瀬隆さんが本物が走ってくるんですよ。アンパンマンではなく本物が来たわけですね。はい、でこう大きく両手を出して、はい、萌さんよく来てくれたねって言われて、それが最初だったの。はい、あの瞬間から私の道が、扉が一つ大きく開きました。もちろんその柳瀬さんのセンサーに何が引っかかったんだろう。何が引っかかったのか分からないの。彼の直感の中で、はい、あなたの絵を見て、はい、で私ね、それからどれぐらいかな、うん、有名になったんです、はい、有名になった有名になったちょっと知られるようになった、ちょっと知られるようになったでその頃結構あの天狗だったんですよね。 あちこちいろんなところで褒めていただいたりするので、はいはいはい、ある時柳瀬先生と二人でお茶を飲んでたんですよね、はいはい、うん、で聞いたんです、あの頃大した絵も描いていませんでしたし、どうして私を選んでくださったんですか、うんうん、そんな風に聞かれたら何と想像します。それは内緒だねとかそれは言えない。村上さんそっちの方行きますか、はい、いや言ったんですか。いやそうじゃなくて、当然褒めてもらえると思いません。あ、そうなんだ。普通そうでしょう。褒めなかったの。いやそうじゃなくて、それは、うん、褒めてはくださったんだろうと思うんですが、普通でしたらね、うん、絵を褒めるじゃないですか、はいはい、ね、あなたの絵にはあの何かあったとか、
君の顔が可愛かったからとか言ってくれたんですか。だって会ってないんですよ。あ、そうか。絵しか見ない。なんでだと、うん、私はもう絶対に私の絵が良かったんだと思ってた。思ってたら、先生が、あのちっちゃな絵をね、しげしげと眺めてた時に、僕分かったんだよ。何がですか。君はね、とってもいい人だ。そうなんだ。いい人なんですかって思わず聞いたら、はい、うん、君はね、愛されて育ってる。あ、君はすごくいいご両親のもとで愛されて、友達もたくさんいて、そういう人にしか描けない絵だって僕直感したんだよって言われて、まあ、柳瀬さんという人がおそらくいいとこ見つけの天才なんでしょうね。そうなんですよ。そのね、証拠がね、その数年後に分かったんです。で、当時もう本当にね、あのなんファンタジックなメルヘンチックな絵というのは大ブームでしたのでね、たくさんスターがいたんです。その大スターの一人の楊小明さんと黒井健さんと、はいはい、で私と3人でご飯を食べてたのかお茶を飲んでたのかした時に、私が、はいはい、私ね、柳瀬先生からね、どうして私の絵を見つけてくださったんですかって聞いたら、君はいい人だと分かったって言われたのよって言ったら、ちょっと自慢をしたら、2人が同時に声を揃えて、はい、僕も言われた。でも柳瀬さん人殺しですね。そうです、本当にそう。本当にそう。でもお二方は間違いなくいい方。いや、萌えさんだって、もういやいや、自分でもいい人だと思うでしょ。いやいや、あの変な人だとは思いますけれど、ね、いやでもやっぱりその誰やろう、柳瀬隆さんにそう言われたっていうことが良かったんだと思うんですけども、はい、でも一方でなんか僕ちょっと調べたら、結構辛口のことも、辛口とかギリギリ辛口のことをちょっとおっしゃってて、君の絵は通俗ギリギリだねって言われたってのは本当ですか。でもそれはね、その後があるんです。僕もだよって。そうか、あ、でも通俗はいい、うん、先生のね、本当にあの天才論はそうだったんです。あのね、僕はね、あのものすごく素晴らしい絵を描くけれどもね、人を傷つけたりね、乱暴なことをしたり、社会的なことに反したりするような、そういう生き方をした人が描いたからいい絵だとは思えない。僕は本当に優しい人が、いい人が描いた、あのそんなに良くなくてもいい人が描いた絵が好きなんだよっておっしゃったんです。僕もそうだからって。でもなんか萌さんの絵見てると天使ってイメージがあるんだけど通俗なんですか。私はそうだと思う。そうなんですか。私はあのなん、どういうところが通俗なの、どこをどう区別すればいいのか。ただあの品位というか、はいはい、品格というか、はいはい、それは必要です、はい、それなくしてただ可愛いとか、うん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 、あの面白いとかではダメだと思うんですね。それはまあ長い間仕事してきて、まあなんて言うんでしょうね、あ、柳瀬先生っていうの面白いこと言われたんです。あの私書いてて一生懸命書いてるんだけれども、ふと誰かに似てしまったりすることがあるんです。好きな画家の方の絵に似てしまったりして、で私より若い学生さんたちはもっとね、自分らしさを見つけるのに苦労されるんじゃないでしょうかって言ったら、あのね、あの僕らみんな電車に乗ってるんだよ、で僕は柳瀬隆っていう席に座ってる、君は永田萌っていう席に座ってる、だけどね、いつかね、立たなきゃいけない、降りていかなきゃいけない時が来るんだよって言われて、あ、そっか、わかります。だからあのその描いてる人もいつかいなくなる、はいはいはい、そんなこと気にしなくて好きなものを描いてればいいんだよ、自分は自分でいいんだよと、と言われたんですけどね。、うん、私は柳瀬隆が旅立って空いた席には誰も座っていないと思う。そうでしょうね。永田萌が旅立っても誰も座れないと思いますよ。、ね、いや本当に。でもちょっと話戻るけど、つまり品はまず大事だと。そうです。だけど品だけどもなんか俗っぽさも必要だし、ね、俗っぽさも必要だけど品がなきゃダメだっていう、そこのさじ加減ですよね。私の子供は、
アンパンマンで育ちました、はいはいはい、私の孫もアンパンマンで育っています、はいはいはい、そういうことでしょうね。そういうことでしょうね、はい、何年経っても変わらない、変わらない、うん、理屈抜きで子どもたちを心を捉えてしまう、はい、私もやっぱりそういう絵が描きたいなと今も思いますね、うん、カラーインクの魔術師って言われたのは本物ですか？必ずそう紹介されるんです、はい、何か講演の時とか、はいはいはい、で必ずあの私が言ったんじゃありません、あ、そうなんです。柳瀬隆さんがおっしゃったじゃあ魔術師っていうのはちょっといたしかいしってところがあるのかもしれない。カラーインクっていう画材は確かに非常に難しくて、はい、あのテクニックを要するんですね。でどうやって描いてあるんだろうと思わせるような魅力は確かにありますので、魔術師と呼んでいただくのは光栄だとは思います。でもそれからあとカラーインクだけじゃなく他の画材でもたくさん絵を描きましたし、カラーインクの魅力は今でも確かに感じるんですけれども、でも多分カラーインクの魔術師と呼んでいただいた人は日本中で私だけ。そうですよね。しかも柳瀬隆さんね、はい、ご縁その1は柳瀬隆さんでした今話に出ましたそのカラーインクっていう画材は永田萌絵だから自由自在に扱えるとは思うんだけど、はい、なかなか難しい画材なんでしょうか、はい、難しいです。ちょっとテレビご覧の皆さんにそのあたりを教えていただいていいですか。例えば、うん、カラーインクは白色がないんです。あ、らしいですね、はいはい、だから、白い雪だるまを描きたいとか、はい、白い百合の花を描きたいとか思うと、はい、白色がないんです。でしかもカラーインクは他のどんな画材とも混じり合わない、はい、カラーインク同士でないと混色ができない、はい、でしかなのに白色がないんです、はい、だから他の画材の白と組み合わせても白にはならない、はいはい、ってことはその画用紙っていうかその白の部分を残しといて、そうなんです、他のところに色をつける、そうなんです、はあ、だから一番肝心な白を最初から白で描くことができなくって、背景から描いていって白い部分を残していくんです。これがものすごくですよね、頭が混乱するぐらいなんでそんな難しい画材選んじゃったんですか。いやでもね綺麗なんですなんとも言えないグラデーションと伸びやかさと、はいはい、であの最大の弱点は色を褪せるということなんですね。こういうあの着物の染料にもよく似てます、ですから顔料とではなくて染料なんですけれども、うん、ですから太陽の光とか自然光と、うん、もちろんですけれど水にも弱いですし、うん、ただ私はイラストレーターとして 100% 印刷物になる仕事をしてきましたので、うん、そういう意味ではカラーインクで描く絵に問題は全くなかったんです。でもあの多分カラーインクを使う方はあんまりたくさんないでしょうね。でしょうね、難しいものだから、はい、難しいしリスクを背負うんです、はいはい、でもやってみたい。やっぱり正確に合うんですね、はあ、一気に描き上げる、もう失敗したらどう修正のしようもない、はあ、重ね塗りができない。メルヘンの世界じゃないだけどかなり思いっきりのいい性格。あ、そうなんですか。あのずいぶん前に僕は多分初めてお会いした頃だと思うんだけども、あのお話を伺った時にですね、想像力と想像力は仲のいい兄弟だとおっしゃってるんですよ。そうですね。それは常々よくおっしゃって、はい、あのクリエイティブの想像とイマジネーションの想像ですよね、はいはい、学生たちにもよくその話をしますね。はいはい、はい、不思議なことに、うん、こう上手に絵を描いても何かが足らないっていうことがよくあるんですね、はい、うんうん、それはおそらくイマジネーションとクリエイティブな力とのバランスが取れてないんじゃないかなと思うんですね、うんうん、
僕もあの放送でもう長い間あの仕事をしてきましたけど、はい、放送に携わる人間もその両方必要なんですよ。そうですか。で特にラジオの場合は、はい、イマジネーションの想像の方が大事なんで、そうですよね、見えないんですよね。クリエイティブも大事だけど、そっちの方がなんかその皆さんにどれだけ想像してもらうかって、だからさっきの白の話じゃないけども、はい、多分放送、特にラジオの放送にもその真っ白の部分っていうか、みんなの想像の余地として、みんながこう自分がそれぞれいる場所として白の場所って必要だと思うんですよ。今話聞きながら思ったんで、あ、面白いですね、それ、はい、あ、なるほど、うん、だから、うん、初めに何か僕たちが絵を描いてしまうんじゃなくて、はい、なんか聞いてる方たちが自分たちがそこで想像の強く翼を飛ばすような部分を残しとかないと、でそれが多分ね、こういう沈黙今もうテレビだとまだ少し許されるけど、ラジオであんまり沈黙長いとそうですダメなんですけど、それでもその沈黙がねすっごく楽しめるようになると、なんか放送が楽しくなってきた。それまでやつけ場に言葉で全部埋め尽くしてたんですけど、はいはい、余白の美、あ、その通りそれが多分カラーインクの白に通じるのかな、あるかもしれませんね、はいはい、白い部分が多くなりすぎると後でそれは色を入れることで白くなくすることはできるんですけど、白が足らない場合、はい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 、もう増やすことはできない、あ、ですよね。ですからやっぱり初めに白ありきで考えた、はい、というか、あの 白いものがある絵を考えるときは頭の中にほぼその完成図が出来上がります。なので白の数がいくつかっていうのが分かるわけ、どの辺に。デッサンとかあんまりしないんですか。します。それってなんかデッサン下手だから。いや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 、だから頭の中に浮かぶっておっしゃったからいきなりもうなんか頭の中に浮かんだものを一辺は描きます。一辺描いて、はい、ああ、描いてみると実際に手を動かすとイメージだけではダメだっていう、ああ、つまりそうイマジネーションだけで、あの、それを絵にした時にやはり足らないものがあるんですね、はい、でそこにはデッサン力もあります、観察力もあると思うんですけれども、あの、とりあえず一度デッサンというか鉛筆を使った線画状態に仕上げます。それが頭の中に最初に浮かんだイマジネーションとやや重なる部分が多いようだったら、実際にそれを書き進めて、重ならないとどうするんですか。やめます。やめるんですか。やめます。はあ。で、あの、そのデッサンの下に「み」って書くんです。あの、使ってないというか書いてないと、それがいっぱいあるんですそうなんだ、永田さんでも。あれ、なんとかしてやらないとかわいそうですよね。あ、出産してない子供たちがいっぱいいるわけなんですねその例えはどうか、ちょっと変化その、なんだろう、その、それこそ生みの苦しみがあって、でもおっしゃる通りです、うん、本当にあの、どの絵も我が子のように思えますのに、うん、その可能性を持ちながら生まれきれていない絵が、うんうん、何点もスケッチブックに残ってると、うん、だからつまりそこにも愛おしさを持ってらっしゃるってことですよね。どうでしょうね、うん、幼さ、自分の中の幼さを感じますね。その一歩進めなかった、それをクリエイティブなものにできなかった、イマジネーションの段階だけで止まってしまった、うん、やっぱり力不足、そこにだから兄弟仲良くならないとダメだってことですね。その想像力と想像力がうまく合わないとダメだっていうことなんだ、はいはい、で実際に手を動かした形になっていくと、もっと思いがけないことも起こったりしますので、そこにまた新しいこうイメージが湧いてきたりしますから、絵を描くっていうことは、あの、一番難しいことはどこで筆を止めるかということですよね。書きすぎてもいけないでしょうね。お話もそうかもしれない。そうなんです。どこで止めるかってすごく大事だと思います、はい、あの、もう一つ、あの、子どもの気持ちをいつまでも忘れないでいるにはっていう話を聞いた時に、はい、3つおっしゃってて、感動と好奇心と、もう一つが行動力。あ、もう多分変わってないですよね。変わってないですね。感動は年々薄れるので、これは残念ですね。そうですか、はい、あら、最近、孫娘がね、はい、割と笑顔を描くのが好きなので、アトリエに遊びに来るんですよ、はいはい、で、あの、自由に描かせるんです、はいはい、絵の具はあの、そこら中にありますのでね、で、欲しかったら
萌ちゃん緑色とか命令するんですよねはいはい、わかりました。どんな萌に命令できるのはその孫娘だけかもしれない、はい、どんな緑って聞きましたらね、こんなこんなって言いますの、はいはい、で私はその緑色を作ります。ほう、絵の具を混ぜて、で先生にこれでどうでしょうかと聞くと、はい、よしよしと言ってくれますので、はいはい、まあ、一言ではなかなか言い難いと思うけど、これまでいろんな絵を世の中に生み出してこられたと思うけど、絵を見た人、永田舞さんの絵を見た人に何をこう感じてもらいたいっていうふうに思って、はい、それは幸せになっていただけ、どんなに苦しい時でも、ほんのわずかでも一瞬でもいいから絵に心を奪われてほしい。そして幸せ、ふっと幸せってこういうものかと思っていただけたら、ね、特に今こういうコロナの時代になって ね、ますますそういう気持ちを持ってもらって大事ですよ ね。もう一つ、最初に僕イラストレーターって言って、その後絵本作家とか言いましたけど、画家とかっていう肩書きじゃなくて、はい、イラストレーターっていう肩書きをずっと使い続けてもらえたのはどうしてですか、はいはい、一言。私は生涯イラストレーターですからね。どう定義すればいいのかなかなか難しいんですけれどもね、はいはい、やっぱり何かに使われる絵ですね。何かに使われる絵を描いてる、はい、うん、ポスターになったり、うん、本の表紙になったり、うんうんうん、切手になったり。なるほど、実際にそうやって使われてきてますもんね。そうですね、そうやってどこの誰か、そこには永田萌とサインを入れるわけではないんですが、なんとなくどっかで見たことがある、あこれ永田萌という名前の人が書いたのかと思ってもらえるような、そうですね、そういうコマーシャルやそれに近い世界で絵を描くイラストレーターでありたい、ありたいということですね。印刷物になりたいんです。なるほど、書いて壁にかけて満足しているだけではやっぱり不満なんですね。見ていただきたいし、喜んでいただきたいし、それがあってよかったっていうようなものに展開して言っていただきたいし。ではまた2回目にご縁その2とその3を伺っていきたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。